20代で年収1億。自分がそれだけの給料をもらおうとする時の相手方を手数料から逆算して10億円ぐらい払う人がいるってことじゃないですか、はい、練習代としてはこれぐらい超えてこいよっていう。どうもしゅんです。こんにちは。というわけでですね、今回は田畑さんの面接企画なんですけども、僕の年収決めてくださいっていうテーマになっております。実際に今回の就活生の方が田畑さんに対して希望年収を提示するので、田畑さんに最終的にご判断いただけたらなと思ってます。で、想定企業としては M&A の業界として、田畑さん人事責任者として、もしくは創業社長、もしくは裁量権がある方想定で判断いただけたらなと思います。よろしくお願いします。ということで、じゃあ自己紹介の方お願いします。はじめまして、京都大学経済学部新4回生になります、上山総一郎と申します。上山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。学生時代は営業のインターンにて営業活動の方に取り組ませていただいており、今は全国で一番学生が所属している営業団体の人事責任者としてお仕事をさせていただいてます。将来もインセンティブの比率が高い給料体系の会社に行きたいなというふうなところで就活は一つの軸として。いや、分かりやすくていいんじゃないですか、はい、あんまそういう学生さんって今いない気がする、うん、どっちかって営業嫌ですとかっていう人の方が多いのに、俺は稼ぎたいからフルコミッションで営業ガンガンやりますなんて、ましてやそんな京都大学みたいな高学歴でそんなにいないってことが非常に好ましく学歴って意味あるのかなっていうところ、自分自身学歴というレッテルを取っ払った時にどこまで通用するのかというところを試したくて、学歴の関係ない営業活動でどこまで成果を上げられるのかというところにこだわってやっていたので、今回年収企画ということで、希望の年収を早速教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、20代で年収3000万円。20代って年収3000万とかじゃなくて、それこそプルデンシャルみたいな保険会社とか入ってバンバンやれば20代で年収1億円でもあるんじゃないですか。誰に対して価値貢献していくかっていうところも将来仕事をしていく上で大事かなというふうに思っていて、僕自身父親も叔父も経営者60年ほどついている会社になるんですけど、昔から従業員を大切にする思いであったりとか経営の苦しさっていうところを身近で見てきたので、そうなった場合経営者の方々に価値貢献できる仕事はないかな、ただしっかりと自分がインセンティブがメインになってくるような給料体系の企業はないかなと考えていた時に、地方の中小企業の M&A の仲介っていう。でも年収3000万って普通の業界で普通にやってたらそんなにはできないと思うんですよ、はい、不動産とか保険とかってなった瞬間に、例えば日本人の食生活を豊かにするために食品会社の営業として一生懸命缶詰をスーパーに売りますっていうのとしたら、どんなに頑張ってて年収3000万無理ですよそれ、はい、ってなると選ぶべき業界がもうほとんどもう片手で足りるぐらいになると思います、はい、お金優先ならお金優先、俺全然いいと思うんだから、お金優先なんです僕は、って明るく生きればよくて、はい、3000万どころじゃないです、もう1億でも5億でも10億でも20代に稼ぎますよって、はい、言えばいいのに3000万でとか価値貢献する人を選びたいとかめんどくせえひれこと言ってんのかなってさっきはずっと思ってて、はい、かえって不誠実な気がするけど、はい、そうですね、情報修正させていただきます年収1億なぜある程度以上の時価総額になるような、ね、会社から君に M&A の仲介を頼む理由なんですか。そのゴールドマンとかでもなく野村でもなく、どういう業界のどういう会社をターゲットにしてどういうふうに口説こうとしてるのかってことがあんまり見えてこないんですよね。自分がそれだけの給料をもらおうとする時の相手方を手数料から逆算して、はい、企業規模なり業種なりっていうのはどういうところをイメージしてるのか。M&A の今の市場を考えたときに、 M&A のビジネスも国内であと5年から10年、僕自身が今現在夢を向けているのが海外と日本の中小企業を結ぶような、そういった会社。日本の中小企業の事業承継に悩んでるところを中国の投資家に売るとか、そういうことですか、はい、それはそれでそれならいいんだけど、投資家からしたら何がいいんですか。中国で実際今物価も上がってきていて、人件費の面であったり、あとは日本の労働力であったりブランド性っていうところに対して価値を感じていただける中国であったりインドの投資家の方が少なからずいるのかな、需要はあるのかなというふうには考えています。売る側からした時には売る理由は何ですか。日本の中小企業の M&A が日本の中での買い手が実際にこう廃れていくというか、はっきりといい中小企業がもう全てなくなって買い手と売り手の需要が合わなくなるというふうに僕は見越していて、もしそんなに見越してるんだったらいきなり中国人とマッチング仲介するんじゃなくて自分で買ったらいいじゃん。自分で買った後中国人売りつけたら転売したら、それこそ PE ファンドみたいな、はい、具体的にどういう会社があなたにそれをお願いするのかさっぱりよくわかんないんですよね。中国人の場合にしても中国語ができるんですか。中国は今現状中国語ができるわけでもなくて、日本人の若者がやってきてさ、中国人の年をからしたらさ、いい会社あるんですかとかって信じると思う。厳しいと思います。
本当に技術力がある会社だったら、うん、こんな小僧なんかに言うんじゃなくて、もっと別にちゃんとした一流の会社があって、しかるべき言うときで来るって思うのが常識じゃない。こんなやつが来て、いきなり僕がこの会社をあなたが買いたかったら売れるんですなんて言って、嘘を言ってるんじゃないんだとしたら、よっぽど困った、うん、とんでもないババア案件かなって思うぐらいな警戒心を持つのがまともな投資家だと僕は思いますけど、うん、自分の年収が1億円になるってことは、あなたに間接的に手数料を10億円ぐらい払う人がいるってことじゃないですか、はい、その人の理由の方を考えなさいよ。ちなみに学生時代は販売で全国1位になったっていうふうにもうおっしゃってたと思うんですけど、それはどうして全国で1位になったと思いますか？何人中1位だったんですか？この会社の中の歴代記録を更新することができたので、歴代で大体6000名ほどの中で一番を記録することができました。どうしてできたと思いますか？2つあると思っていて、うん、まず1つ目が自分自身の目標達成に対する意欲と工夫っていうところが他の学生と比べると上回っていたのかなというところと、あともう1つがいかに顧客ニーズ、お客様の立場に立っての提案ができるかどうかっていうところに工夫を入れていたので、今のでも話でも基本的に当たり前のことしか言ってなくて、まあ、当たり前のこと当たり前に言ってるだけだって感じで、なんかなんでそうなったのか全然俺今具体的に伝わってこなかったけど、うん、何千人の中で1位になったっていう人間だなと思わせる実感が今わからなかったんですよ、うん、世の中にほぼ無限に需要があって、大体誰もが使っているようなもので、数こなせばいいっていう営業の場合、行動量を上げてかつ確率が一定なら売り上げ上がるんだけど、うん、M&A とかは売りに行くほど信用ビジネスで、僕はしたら世の中のいろんなある法人営業のものの中で最も難易度の高いものの一つに思える、うん、見ないとかはちゃんとしてるし、そういう意味では別にバナー的には申し分ないし、健康そうだ若者だしって感じだし、そういう意味では全然申し分ないんだけど、それ以上のところで言うとあれだから、まあどうだろうね。タマさんは無駄に圧かけて人の良さをね潰す方向で厳しく行き過ぎだって沢田ランクとかで見てもいろんな人が言われてて、僕でも最初会った時から怖くなかったんですけどね。いや、うまいね、すごい。それは天性のものがあるよ、なんかおっさんの天性があるのそれはめちゃくちゃ才能だよ、デゲピロっつってよくわかんないですもん、なんかっつってもう入った場合のように、逆にどっちつかずな感じでやって感じだった気がする。若干どっちつかずだったら、上から行くんだったら僕のこのアイデア聞いてください、それを聞き逃したらあなた損しますよぐらいの感じで来るんだったら来るよ、いいよ。具体的にアイデアも今日はなかったじゃん、少なくとも評価とにかくすいません、タマさん教えてくださいみたいな僕なんか本当の本当ストーの声で何もかってるやつなんで、でも頑張りますみたいな感じの可愛げに来るか、いろんなアプローチがあると思う。なるほど。本当の M&A の仲介なんて、オーナー経営者の迫力なんてこんなもんじゃないよ。それでこうやって一対一差し向かった時に話せなかったらダメだから、そういう意味で言うと練習台としてはこれぐらいでも全然いいと思ってて、別にすいませんねって気持ちと、でもこれぐらい超えてこいよっていうなんか両方めっちゃ勉強ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。